ただあとね来てたのが女性視聴者、まあこれやった後女性視聴者がマジで割合減るんですけどあのすぐはやっぱさすがに変わんなくて、そうそう、やっぱありがたいことに何十万人かいるので、例えば1000人ぐらい入れ替わったぐらいじゃそんなにはすぐには変わんないので、本当にコメントにも前あったけど遅効性の毒で徐々にこれから 1,2 ヶ月かけて女性率が減りますそうなんですね、徐々に減っていく、今およそ 20% なんですけど、そうそうそう、これがね 0.1 ずつとかね、徐々に減っていくんですね。いやまあでもそういうの込みでね、趣深いなって思いながら私は見るので男女比の移り変わりを見ながら、それに季節を感じつつ、あ最近あったかくなってきたな、あそういえば男女比、あ女性もう 5% 減ったんだみたいなのをね楽しんでいきたいなと思っております。顔つきが変わった女リスナー、面構えがね、まあでも別にまあ無理して見るもんじゃないんでね、ええ感じに見てもらえばなと思ってるんですけど、いや、まあ男性が増えてる可能性もあるんだけど、まあでも日々の増加率って見えてるから、やっぱいやまあいいやこの話はまあいい、まあまあという感じですね。まあでももう3年目ですから、もう3年目だからさすがに今登録している50万人はもうね完全に顔つきがもう住み分けできてるか、もうそういうのを見れる人になってるはずなんでね、安心してますもう今更今登録してる70万全員はびっくりしてないはず、多分ある少なくとも50万ぐらいはああれねみたいな、見たくない人は見ないしみたいな、見る人は見るようになってると思うんでね、安心ですよ。デビューしたてじゃないんでね、やっぱりそのイメージはそんな壊れないかなと思いますね。うん。